カムディは古代エジプト第十五王朝の第五代ファラオトリの王名表の第十欄二十行目に記載されており、ヒクソ総朝最後の王と考えられている。パレスティナのエリコからスカラベ印象が見つかっているほか、ビブロスからも彼のものと思われる印象が出土している。在位期間は不明だが、リンド数学パピルスでは名前不明の王の治世十一年目について触れた節があり。 これがカムディの知性を示しているとする説がある。先代の王アッペピの知性末期、テーベの第十七王朝がエジプトの解放を目指し、アバリスの第十五王朝に戦いを挑んだ。この戦争でエジプト人の王、世間エンラーとカーメスが相次いで命を落とし、両者の間には講和が結ばれた。だがカムディの知性の半ば頃にカーメスの後を継いだ。 イアフメス一世が解放戦争を再開し、テーベ側の攻勢に押されたヒクソスの勢力は急速に弱体化していった。イアフメス一世の地勢10年目には首都のアバリスが陥落し、第15王朝はエジプトから放築された。カムディの地勢の末期にはヒクソスの支配地域はシャルヘンを中心にネゲブ地方をわずかに残すのみになっていた。シャルヘンは イアフメスの治世15年から18年目頃に、陥落したとされる。カムディがこの時に殺されたのか、あるいはすでに死去していたのかは不明だが、シャルヘンの陥落をもって、第15王朝は滅亡し、ヒクソスの支配は終焉を迎えた。ありがとうございます。